どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのっけんです。湯加減チェックはコンスメパンチでを今週化していきたいさやです。皆さんに広めてまいりたいですね。食えないじゃんそのコンソメパンチ。ふにゃふにゃなのが出てます。やだ。あとちょっとお湯に粉が来ます。やだよ、やだよ。不愉快でしかない。ということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、パカある。アルパカではなく、こっちがアルでこっちがパカで、でも順番的にアルパカというわけでパカアルという。あ、そういうこと。そういうことなんですね、これは。うるさ。ということで今回、はい、こちらです。スライム。あの、はい、YouTuber といえば、うんうん、スライム。スライムといえば YouTuber。ね、なんかお風呂に使って、うん、それはどこぞの社長なんですけど。社長さんがやられて、はい、どこぞの社長さんがやられている、あの、もう緑のスライムといえば YouTuber 定番の。いや、そうですね。はい、アイテムと言ってもね、うん、いいんじゃないでしょうか。いや、もう我々もその登竜門をくぐっていこうじゃないですかと。そうね、おっせえな、くぐんの。ということで、今回やっていく企画はこちら。ディドディ。プロの吉川スライムアートチャレンジ。ふぅー、楽しい遠足。よかったね。アジの干物の楽しい遠足。かわいい。干物になっちゃってるもん。干物になっちゃってるもん。まあということで、スライムアートチャレンジですよ。なんかスライムっていろんな色あってカラフルじゃん。そうね。そうそう。でそれをなんかこうさ、うん、組み合わせたりしてさ、はい、コネコネしてさ、綺麗なんじゃないかなと。あ、それで絵を描くというわけですか。それで絵を描けるのか否かという、それはちょっとよくわかんないんだけど。スライムとのさ、再会ってあれよ、あのバーミヤンのレジのところで買って以来よ。それよ、バケツに入ったさ、これでさ、ね、スライムね、めっちゃ埃吸いまくってさ、汚ねえスライムになるのよ最終的に。いや、そうそう、あのガスとかバーミヤンのレジとかで買うやつでしょ。あれすごい欲しかった。そうそうそう、めちゃくちゃ欲しくて、なんか無駄に買いたいんだけどさ。やったわ。あれ買うの勇気いるんだよな。でも、まあ、という子供の頃の夢を叶えるのが YouTuber なわけですよ。いや、そうですね、はい。まあ、あれをスライムをねふんだんに使ってもべっちょりべっちょりいろんなところに貼り付けてえなって思ったじゃないですか、みんな。そうですね。あったかな、それは。自信なくなっちゃったということでこちらです。どん、うわ、はい、エルマーズっていうのり、はい、これのりです。グルー、はい、のりなんですよ。で、はい、スライムってのり使うじゃないですか。うん、そう、洗濯のりと、あとなんだっけ、ほう、何混ぜたっけ、ほう、ほう混ぜない。なんで洗濯のりにほうを混ぜたらスライム出来上がるって。ドラクエモンスターズでもそんなよくわからん合体しないでしょ。スライムといえば、あの、はい、のりと放射を使う。放射でおなじみ、洗濯のりに放射を混ぜる。はい。だけどこれエルマーズの製品はなんとこのマジカルリキッドっていう、これはこんなものがあるんですよ。でこれを混ぜるとスライムになる。お、もうスライムにする液体。そうですね。じゃあ今回はスライムアートはスライム作るとこからやるってこと。もちろん。お、自分で好きなスライム作って、うんうん、そのスライムを使ってアートを作る。結構たっぷり用意してあるんで。5リットルぐらい。もっとある。5トンすごくない？デラックスさん。刻めよ、もっと。ということで早速まずはスライム作っていきたいと思います。ということでこちらこんなものあります。お、セットになってる。はい、セットになってるもの持ってて、うんうん、これカラーチェンジンググルーツって、あの UV ライトを当てると、え、おもろ、色が変化するっていう謎の液体なんだけど、とりあえず僕試しに今このカラーチェンジンググルーという、うん、この色が変わるスライム作ってみようかなと思います。はい、でセンさんこっち、はい、これね、糊が白色で、そう、こっちのちょっとね、メタリックな、そうそう、ツヤツヤした感じのスライムが作れるということ で、これ白だからさやさん、あの、うん、色を混ぜることができる。あ、そうそうそう、好きな色をね入れるためにちょっとカラーインクで今回いけんのかね。ね、さやさんの好きなシクラメン色でやろうと思う、はい、あ、シクラメン色でいくんだ。シャレッティでしょ。シャレッティだね。シャレッティちゃんと色つくかな、わからないよ。できましょう。よし、レッツゴー。さあ、まあということで今から早速やっていくんだけど、これをぶち込む、まずはぶち込むところじゃない。いくわよ。いきます。ゴッシュ。うわ、ノリ、ボンドの匂いする、めっちゃノリだもんね。すごー。さあ、僕もじゃあいきますよ、これこちらで。お、出してやりなよ。はい、エルマーズカラーチェンジンググルーでいきましょう。はい。もうスライムみたいなんだけど。すでにちょっとスライム感あるけどね。ね、音汚っ。間違いなくこれ、あの、化け物の音だ。すげえ、みんなのマイクにすごい近いから、みんなすごいうるさいと思う今。逆 ASMR。 不愉快 ASMR。
ということで僕の方もグルー出し終わりました。たっぷり。このタイミングで色つけちゃっていいのかね。どうなんだろう、混ぜてからの方がいいか。やってみようか。試しにね。試しに。とりあえず3滴ちょっと混ぜてみたらね。混ざる？うわ、なんかヨーグルト。おいしそう。ブルーベリーヨーグルトみたい。朝ごはん。朝ごはん。完全に朝ごはんになってる。もう少し入れた方がいい。もっと入れてもいいね。おお。みんな朝よ、起きなさい。めちゃめちゃ色つくね。世界の危機はすぐそこまで迫っているのよ。じゃあ起きんの遅いよ。よし、オッケー。はい、まあ、ということでちょっと、はい、ちょっと色つけたよ。色つけました。じゃあこのマジカルリキッド、よし、いきますよ。これキャップにちょっとずつ移してやるんだよね。キャップに、そうそうそう、ビジョッといくか。いくよ。待って待って、あ、すごい。え、待って、もうすでにちょっと固まりそうなんだけど。あ、すごいすごい、ちゃんと、あ、本当にメタリックだね。あ、本当だ、さやの方はね。待って、早くない？見て入れたら色が濃くなった。あ、本当だね。ブルーベリーの主張がやばー。エイリアンの血じゃん。うわぁ、もうダメだ。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、完成した。なんかネバネバした液体がつきやがった。気持ち悪い、なかなか取れないぜ。ある男の手記。明確にもうダメなやつ。翌日、なんだかネバネバした液体がついたところがずっと痒くて仕方ない。ずっと痒くて仕方ねえ。心なしか少し腫れてきた気もする。痒い痒い痒い、うまい。痒い。いや、我々を結んだキューピッドの一つである。いや、そうだよ。あの、かゆうま日記ですよ。かゆうま日記は夏目さんちのあれだったかね、はい、夏目さんちをこう一歩関係を前進させてくれたね。あ、そうそう、あの、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、あの、僕がさやと LINE してる時にね、さやからかゆい馬って送られてきて、そう、こいつバイオハザード知っているぞってなって、うん、ってなって感動しちゃってさ、ね、あれも恋愛感情というよりなんかあれだった、うん、そう、仲間だこいつってなったの。これまだ入れた方がいいのかな。でもまださ、なんか、うん、まとまる感じしないよね。でもゲンさんの寝起きたまにそういうの出てるよ。ゲンさんから？ゲンさんから漏れ出てんのこれ。怖すぎないゲンさん。よく結婚生活保てるね。夜中にさやからこれ垂れてたら僕ちょっと考えちゃうもんね。うわうわ、楽しい時間。見て、みんなほら。あ、すごい。もうトゥルントゥルンになってる。トゥルントゥルンになってきたね。もうガラッとは手で混ぜましょう。あ、なんか手につかない、もう。あ、やりすぎたかも。ちょっと固まりすぎた。まあでもこんなもんか。あの、さやはね、あの、文明人なんでちゃんとゴム手袋使いますわ。この快感を味わえないなんて文明人とはつまらない生き物ね。あー、すごいよこれ。見て、二つになる。すげえ、どうでもいいこと報告してきた。二つになるとか言って。でもできたー、じゃじゃーん。あと1個、そうだ、気になるのが UV ライト当てると色が変わるらしいという噂をお聞きしてるので、ってわけでちょっとこれ UV ライト当ててみましょう。これ紫外線のペン、せーの、変わる。あ、お、変わった。めっちゃ変わった。何これ、すごすごー、紫色になった。濃い紫になった。面白い。絵描けるじゃん。絵描ける、これ。これでも一瞬だけなのかな、変わんのって。あ、でも落ちてきてるよ。ほら。薄くなってきてる。ということで、セレム。めちゃくちゃ楽しく遊んだんですけども。ね。ということで、今からもっとたくさんの色のスライムを使って、スライムアートチャレンジ、早速やっていこうと思いまーす。あー。ということで作ってきましたよ。うわー、めっちゃ揃ったよ色がね。あの、まず、あの、作る前に、うん、行かれたメンバー紹介しようか。これやばいよマジで。やばいね。これね、黒一番やばくない？ベノムよこれ。ベノムだよ。ベノムだよこれ。やば。見てみんな。やばいこれ。であとこれ。はい。スライム。ザスライム。それはもうあれだね。もうこれは。ってタイプのやつですね。これはもうドラクエですよ。あ、これが一番いいかも。あー、冷たい。うわ、やば、めちゃくちゃいいこれ。手が、あ、待って、手が青くなる。これね、インク混ぜたんだよね実は。うん、なんかインクが息づいてるね、うん、今もまだ息づいてる、うん、しっかり息づいてるから手にバッチリついた。もう青い。やばい、もうゾンビ化した。もうゾンビ化した。じゃあこれは、じゃあ、はい、このスライムを敷き詰めて、そうです、絵にしていくという。まあ絵にするのかアート作品にするのか、その辺お任せしますよ。はい、はい、
まあ、絵にできるのかね。じゃあやっていきますか。はい、で今回ちょっとこれね、うちに余ってた棚があって、はい、金属の棚をひっくり返してなんか周りに、いい感じに囲まれてたんで、うん、これだとスライムこぼれなくていいかなと。はい、一回ここにどういうのをやりたいかを書いていこうかと。何書こうかな、やりたい早く。確かに。え、もう行くの？うん、ピンクのもちもち取ってよ。待ってください、なんでそんな早いんですか。簡単だな。もう手癖オブ手癖じゃん。よし、行きます。行くわよ。見てて見てて見てて、貼ってみる、試しに行ってみる、何事も挑戦。うん。大丈夫それ。さやさんの肉片感じがするね。怖いそれ。やばい、どうにかならないのかなそれ。あーね、ゲイさん結婚指輪がねスライムに取り込まれた。もう終わった。うん、あなたと結婚してるのはスライムよ。私たち惜しい。いつの間にか妻がスライムだったっけ。いいんじゃないの。朝起きたら妻がスライムだったっけ。ぐちゃぐちゃなので、えっってさ、一回さこう、うん、もう一回さそこで意識を失って起きるともう、うん、いつもの妻に戻ってるやつ。怖っ。何ってやつね。ね、何どうしたの。私はいつも通りよ、いつも通り。絶対いつも通りじゃないやつじゃんそれ。いつも、いつも、もうダメじゃん、もうボロ出てんじゃん、すでに。あー見て。よし、じゃあ行きますか。この大好きな青で行きますよ。うそ、使いすぎないでね、そう使うから。これさ、黒はどうしたらいいの。わからない、黒に聞いてみなよ。どうしたらいいの黒。年金はちゃんと払った方がいいと思うよ。真っ当だな。あ、待って、さや見て見て見て、どこ。寄生生物がそっち向かってる。やめて、来ないでよ。あ、向かってる向かってる、来ないで。見て見て見て、向かってる向かってる、なんでよ、すごい向かってる。でもゲンさんだよ、取り込まれて。あ、本当だ。いや、じゃあゲンさん取り込むね。取り込まれた、ゲンさんが。なんかスライムならではの面白さっていうのも出したいよな。なんかスライム感というかさ、うん、こういうことじゃない？ね、薄く伸ばして。あ、こういうことじゃない？見て、新しい表現を。見て。合体。白とオレンジを。何それ何それ。合体させます。疲れた。あ、でも待って待って、結構いい肌色になってきたね。ね、可愛い色。その色僕使いたいの。僕疲れちゃって、これ以上混ぜられないんだ。クリストファー・ロビン。なんで？世界観ぐちゃぐちゃになっちゃった。同じ森におる。同じ森。それ同じ森まずいでしょ、いろいろと。でもチーク的にはさ、うん、家族でやってみてほしいよね。あ、確かに。そう、こんなにたくさん作んなくてもいいから、うん、あるんですよ実は、スライム採取セットみたいな、スライムカラフルセットみたいなのが売ってるんで、うんうん、ぜひやってみてほしいな。あ、これ爪切っといて正解だった。確かに、これ爪にスライムが入っちゃったらそこから脳みそまでさ全部伸ばされちゃうもんね、組織。え、ご存知なかった。いや、君は運が良かった。間違えちゃった、動画撮る世界線の人間違えちゃった。この世界線のゲンさんじゃなかった。間違えちゃった。これさ、色変わるらしいのよ、そのクリキントン。ほら、あ、クリキントン色変わってる、かわいい。変わる必要あるっていう。変わったらキモくなっちゃった、これちょっと色キモい、ごめん、黄色上書きしよう。楽しい、これ。タノピー、ウェイピー。え、これちょっとさ、スライムアートちょっと舐めてた。ダメだよ、口に入れたら。そういうことじゃねえよ。直接的にしたら受け取れないでさっきから。怖い、ゲンさん、お目目が。気持ち悪い。怖い。それの後から白やるんだ。これさ、上にできんのかな？それはわからんな。なんかこの感じさ、どっかでやったな、この動きって思ってるんだけどさ、シルクスレッドアート、それシルクスレッドアートの時と同じ動きしてる僕今。で、なんかさ、この細い、そう、細いものを作って貼り付けていくっていう本質的には全然違うんだけど、やってるこう手の動きというか、そう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 、すごい似てる。ただ糸のがめちゃめちゃコントロールしやすい、うん、皆さんぜひシルクスレッドアート、どうぞどうぞ、見てみてください。はい、ということで終わりました。終わったよ。終わった。だいたい2時間ぐらいやりましたね。はい、と、うん、いうことでスライムアートチャレンジ、せーの、でどん。おひゃー。いやー、頑張ったね。頑張ったね。え、これちゃんと触れるとめっちゃプニプニしてんの。プニプニしてんすよこれ。いや、本当にこれはね、粘土とかではできないね、これは。
プニプニのジャスサーのほっぺだよ、うん、かわいいプニプニのかわいいね、すごいいい感じさあちゃんと感触もねプニプニだからそれも楽しいよね。ちょっと待って、ここなんか、うん、あぶくができてニキビみたいになってる。ほんとだ、悲しい悲しい、悲しい、やめて、アラサの肌になってる。あら、やめてやめてはい、はい、まあ、ということで今回はですね、あのスライムをひたすらそうねコネコネしたりちねったり伸ばしたり、うん、な混ぜたりね、そういろいろやってやっ、うんうん、ね、手探りでやってみたんですけども、はい、いやいいですね、結構楽しいな、うん、色もビビッドだし、うんうん、僕が好きな色がいっぱい。ただ問題はまあ保存方法がないので、あ、まあ、ゆくゆく廃棄されてしまうというこの悲しみのアートなんですけど、この周りにねこう馴染んでってるのも面白い。そうそう、なんかさ時間が経つとなんかね何回重ねてもあの綺麗にこう、そうなんだよね、ね、鳴らされるし、このくっついてるこの感じね、意外となんだけど、うん、滲んでダメになっちゃうかなって思ったの。あ、そうそうそう、そんなことなくて一回ちゃんと置いたとこはそこにじわっと馴染んでくれるからね、なんか牽制し合ってるよねお互いの色。そうだからほら思ったよりずっと成立してるというか、うん、めっちゃ頑張ってたよ僕。いや頑張っていつもの絵を描こうと頑張ってるわ、ね、いつもの絵を頑張って描こうとして、なんか特にここ頑張ってるわね。これミスだからやめて、ここすごい頑張ってる、やめろよ、ちょろってなっちゃったでもちょっといいからまあいいかと思ってそう、こんな感じでやってみましたが、はい、今回スライムアートチャレンジ、はい、いやめちゃめちゃ楽しかった。いやもうねぜひ皆さんもこれご自宅でね、うん、あの推しを描いて推しのほっぺをこうやってプニプニ、ね、はい、こんなでかく作んなくていいんですよ。だからでも確かにこれで推し作ったら推しプニプニできる。そうだ、推し永遠にプニプニできるんで、永遠じゃないよ、プニプニ工場ができる。推しだんだんカサカサしてくるから推しはいつでも輝いてみずみずしいものなんですじゃあこのカサカサになっていくゲンさんはちょっと後ほどね、はい、皆さんにご報告させていただきますので。いいよ報告しなくて。あ、カサカサのゲンさんどうも。すでにもともとこれだったんだ。はい、もともとこれだったのがカサカサのゲンさんに、はい、カサカサだ。まあカサカサになりゆくんじゃないですよ